サヨナラホームランで語られる天覧試合。実はこの試合が激しい逆転の応酬に沸いた試合だったことはあまり知られていない。2対1と巨人に逆転を許した阪神は6回、一塁に出たトップバッター吉田芳生が鎌田実三振の間に二塁を陥れる。ここまで14勝1敗の巨人のエース藤田元志の初球、3番三宅秀樹の打球はレフト線へ。吉田が二塁から一気にホームイン。阪神は2対2の同点に追いついた。さらに4番藤本克己、藤田のシュートをレフトスタンドへ、第12号のツーランホームラン。阪神はこの回3点を挙げて一挙に逆転、4対2と2点のリードを奪った。2位を国鉄と争っていた阪神と首位巨人とのゲーム差はこの時点ですでに 9.5。 これ以上離されては阪神の優勝は絶望的とあって、入団4年目の若き4番バッターの一発に阪神ベンチは沸いた。しかし阪神は先発のエース小山正明の調子が今一つ。7回には6番ルーキー、まだ日本橋で打っていた王貞治、一塁に坂崎和彦を置いて豪快にライトスタンドへ叩き込む第4号の同点ツーランホームラン。巨人またも阪神に食い下がり、プロ野球初の天覧試合はホームランの応酬で白熱した。そしてドラマの幕を引いたのはやっぱり燃える男、長嶋茂雄。大逆転。ここに収めた27のドラマはプロ野球が映像として記録されるようになったここ30年余りの奇跡を綴ったアルバムである。共にリーグを代表する巨人と南海、日本シリーズ7度目の対決、その第2戦。巨人の先発城之内邦夫の立ち上がりを攻めて2点を先制した南海はなおも5回、2本のヒットで掴んだチャンスに3番ジャック・ブルーム。20勝投手城之内のシンカーを捉えてセンター前へ弾き返す。これが2点タイムリーとなって南海が4対0とリードを広げた。しかし7回、巨人打線が目を覚ます。この回先頭の4番長嶋は疲れの見え始めた南海の先発ジョー・スタンカからフォアボールで出塁。5番はキャッチャーの森雅彦。このシーズン打撃ベスト10入りを果たした森はこのシリーズでも貴重なつなぎ役として全試合にヒットを放っていた。これでノーアウト1塁2塁。ここで巨人川上監督は勝負に出た。まず6番の吉田勝豊に代わる代打国松明。第1戦ではトップバッターとして出場していた国松は川上監督の期待に応えてレフト前にタイムリー。長嶋が帰ってまず1点。さらに川上監督の代打構成は続き、7番土井正造に代えて柳田敏夫。これも見事に的中して右中間を真っ二つ。一塁から国松も一気にホームインしてこの回3点目、巨人1点差に追い上げる。南海はスタンカを諦め2番手に三浦清弘を送る。しかし南海鶴岡監督が継投のタイミングが遅かったと悔やんだ通り、もはや巨人打線の勢いを止めることはできなかった。9番ピッチャーのところで代打に広岡達郎。広岡もフォアボールを選んで満塁。トップバッターは柴田勲。これでこの回4点目、巨人は驚異の代打成功率10割の猛攻でついに4対4の同点に追いついたのである。そして勝負を決めたのは巨人の誇る大江の方だった。延長10回、まずは3番王。しかし三浦のスライダーが王の左膝に直撃、試合は5分間中断した。これに燃えたのが4番の長嶋。動揺した三浦の初球をジャストミート。日本シリーズの新記録となる通算8本目の一発が決勝のツーランホームラン。
またもミスタージャイアンツは逆転ドラマの主役となった。大江を中心とした巨人黄金時代の幕開けにふさわしい逆転劇。4点差をひっくり返した巨人はそのままの勢いでシリーズを4勝1敗で制し、 V 級への第一歩を踏み出したのである。その翌年、またも南海と巨人の宿命の対決。3勝1敗で巨人が王手をかけて迎えた第5戦には、シリーズで初めてという逆転のドラマが待っていた。8回に均衡が破られた。長嶋だ。南海の3番手杉浦忠からツーランホームラン。巨人2対0とリードして日本一を目の前に引き寄せる。しかしその裏、南海はランナーを一塁に置いて8番ショートの小池健二、巨人先発の中村実が投げた2球目のスライダー。シーズンわずか7本しかホームランを打っていない小池の値千金の同点ツーラン。南海は土壇場で息を吹き返した。さらに南海は延長に入っても巨人のリリーフ城之内を攻め立てる。12回裏、ツーアウトランナー1、2塁から7番に守備固めで入っていた森下信繁。南海サヨナラか、巨人のセンターは柴田。南海は絶好の勝機を逃がしてしまう。そして迎えた14回表、南海は3番王を敬遠してワンアウト満塁。ここで4番の長嶋。南海5番手郷田映像の追い込んでからの3球目が内角寄りの甘いシュート。ヒーロー小池及ばず、柴田が帰って巨人はついに勝ち越した。この時日本一のトロフィーは通路に並べ始められたという。追い詰められた南海は14回裏、4番野村が歩いて5番ケント・ハドリ。外国人初の通算100号を達成した物静かな男ハドリは城之内の外角高めのシュートをレフトへ。日本シリーズ初の逆転サヨナラホームラン。巨人と南海、名勝負で綴られたシリーズ宿命の対決では劇的な逆転ドラマが繰り広げられていたのである。奇跡を2度も演じた男がいた。それもただの奇跡ではない、逆転サヨナラ、しかも満塁での一発。連覇を狙う巨人、激しく追う中日との名古屋夏の陣。1対1で迎えた3回表、巨人は3番王が歩かされて満塁。打率トップを争う好調の4番長嶋は中日の先発エース小川健太郎のボールを鮮やかに弾き返し2点の勝ち越し。さらに5番国松も変わった左腕近藤光郎からライト前へ。王が2塁から帰って巨人4対1と中日を突き放した。さてこの男が主役を演じる中日の3番広野勲。盗塁を成功させた高木森道を2塁に置いて巨人の先発城之内からセンター前にタイムリー。この試合初回にもタイムリーを放っていたルーキーの広野は絶好調。中日は8回にも1点を返したが、中日キラーの城之内を崩せないまま最終回の攻撃を迎えた。先頭は7番の市枝周平。しかしせっかくのノーアウトのランナーも無策で進められないままツーアウトとなってトップの中明夫。2番高木森道も続く。ツーアウト満塁。中日は土壇場でようやく城之内をノックアウト。リリーフにはルーキーながら驚異の13連勝をわずか2日前にストップされたばかりの堀内恒雄が送られた。そして打席には3番広野。第1回のドラフト同期である。堀内の投げた3球目逆転サヨナラ満塁ホームラン。ルーキー広野が放った奇跡の一発。首位攻防の大舞台で痛恨の一発を浴びた同じルーキー堀内はバスルームで大声を上げて泣いたという。それから5年後、2度目の奇跡の舞台は北陸福井。開幕ダッシュで首位独走の巨人はヤクルトに2点のリードを許し、なおも3回、2番手の山内慎一がヤクルトのトップバッター竹上志郎、2番東條文裕に連打を浴びる。3番はこの年エンゼルスからやってきた新外国人ジャービス・テータム。テータムの来日初アーチはスリーランとなって、これで5対0。しかし
変化球が全く打てなかったテイタムの日本でのホームランはこれが最初で最後だった。巨人は2点を返したものの5対2のまま9回裏の攻撃を迎えた。ヤクルトのリリーフ相田哲郎は長嶋を歩かせてピンチを広げる。ノーアウト満塁。5番クレイ幸信のこの当たりをピッチャーの間がフィルダースチョイス。巨人は1点を返してなおも満塁。ここで川上監督は代打に5年前満塁サヨナラの一発で巨人を泣かせた広野を指名した。広野は中日から西鉄を経てこの年から巨人のユニフォームを着ていたのである。奇跡を再び。15年ぶり史上3度目の快挙。これ以上形容詞がつけられない。代打逆転サヨナラ満塁ホームラン。慶応大学で長嶋茂雄の通算8号の記録に並んだ未完の大器は9年間のプロ生活で真似のできない奇跡を2度も演じてみせたのである。この年阪神の江夏豊はオールスターゲームで9連続三振の離れ技を演じた。その江夏を相手に涙の復活を遂げた男がいた。江夏と宿命の対決を繰り広げた王貞治である。7連覇までマジック5と迫っていた巨人に最後の意地をぶつける江夏。毎回奪三振で巨人打線を封じてきた江夏はこの7回のピンチにも ON を相手に堂々のピッチング。ことに9年ぶりに3割40本に届きそうもないという不振にあえいでいた王は江夏から3連続三振を喫し全くいいところがなかった。0対0のまま迎えた8回裏、阪神はこの年4年目にして新人王を獲得した巨人の先発関本仁氏に襲いかかった。まずは池田純一がツーベースヒット。巨人は左の小坂俊彦にスイッチするが3番藤田平のしぶといバッティングで阪神はついに勝ち越しの1点を奪った。さらに5番の藤井英治も続く。巨人打線にとって8回裏の2点は重すぎる。誰もがそう思った。江夏は8回まで毎回の12奪三振。しかしここまで ON を完璧に封じていた江夏のスタミナ消耗は思うより激しかった。2人を歩かせワンアウト1塁2塁。江夏は最後の力を振り絞って ON に対した。まず打率トップの長嶋を打ち取り、これで2アウト。スランプのどん底にあえぐ4番王、カウントは 2-3。 王は信じられん、そうつぶやいた。苦しみ抜いた末の485本目は忘れられない土壇場の逆転劇を呼んだのだ。巨人は7連覇を成し遂げる。劇的な復活を遂げた王貞治は日本シリーズでも主役となる。1勝1敗の第3戦、阪急の先発は3年目にして22勝を挙げた山田久志。巨人は関本。第2戦と同じ顔合わせ、共に中1日の先発。先手を取ったのは阪急。2回ワンアウトから5番の森本清。続く6番の大隈忠義は外角のカーブをライト線へ。雨上がりのぬかるんだグラウンドでライトの末次民夫が打球の処理をもたつく間に森本がホームイン。阪急が1点を先制する。その裏、巨人は守りでもたついた5番の末次がライトオーバーのスリーベースヒット。しかし第2戦で7イニングを投げ中1日のマウンドとなった山田は緩急自在の鮮やかなピッチングで巨人打線を翻弄する。関本山田の行き詰まる投手戦が続き1対0と阪急リードのまま9回裏、巨人最後の攻撃となる。トップの柴田を歩かせた山田は2アウトを取って3番長嶋を迎えた。
一塁ランナーの柴田を警戒してクイックで投げた外角のカーブ、ショートの坂本俊三のグラブの先をかすめて、これでランナー三塁一塁。そして4番の王、第2戦山田は王に一発を浴びていた。それでも阪急ベンチは山田に勝負を託した。ワンワンからの3球目、山田は動けなかった。敗者の姿がまぶたに焼き付けられるほどの名勝負。王の一発は阪急絶対有利の下馬評を覆した。劇的な逆転はただの一勝に終わらなかった。巨人は V7 を成し遂げ、新たな歴史が刻まれた。その主役は逆転の一発を放った王貞治だったのである。巨人前人未到の9連覇なるか。セリーグ優勝の行方は巨人と阪神に絞られた。残り試合は巨人が4、阪神が5、ゲーム差はなし。直接対決は壮絶な逆転劇となった。阪神の先発は20勝投手の上田次郎。巨人は1回2アウト2塁3塁のチャンスに5番の長嶋。6番には末次。巨人は早くも2点を先制した。2回阪神の攻撃、4番の田淵幸一が中2日でスクランブル先発の20勝投手巨人高橋和美から豪快に35号ソロホームラン。阪神1点差に迫る。3回にも1点を加えた巨人は5回、阪神2番手の古澤健二を捉え、ランナーを1塁に置いて初の三冠王へひた走る4番の王。5番の長嶋が続く。6番末次。巨人5対1とリードを広げた。しかし6回、猛攻打線が目覚めた。7番の後藤和明が高橋から第9号のソロホームランで反撃ののろしを上げる。8番望月満も追い込まれながらしぶとくつなぐ。変わったリリーフの切り札倉田誠も終盤戦は不調。代打の桑野図、トップの藤田平良に連打されてノーアウト満塁。ツーアウトとなって4番の田淵。ワンツーからの勝負球は田淵の読み通り真ん中低めのフォークボール。天才アーティスト田淵にして野球人生初めての満塁ホームラン。逆転優勝へ一丸となった阪神、6対5とついに試合をひっくり返した。1点のリードで阪神は6回裏から急遽江夏をマウンドへ繰り出す。そして江夏は気迫あふれるピッチングで巨人打線を封じた。最終回ワンアウト一塁から王を三振。最後は長嶋を外角への変化球で勝負。後楽園天王山の第1ラウンドは阪神の劇的な逆転勝ち。勝率で巨人を1人上回った阪神はついに首位を奪い取った。後楽園の天王山第2ラウンド、連投の阪神江夏に対し中4日の巨人堀内が立ち上がり乱れて、試合は序盤思わぬ大差がついた。7点差を追う巨人、4回の反撃。王のツーベースヒットで2塁3塁と広げたチャンスに、意外な4番打者が大仕事を果たす。富田勝だ。ここまで23勝を挙げていた江夏から今シーズン第3号スリーランホームラン。2回長嶋の右手薬指骨折により4番に入っていた福平富田の一発が江夏をマウンドから引きずり下ろすきっかけとなった。6回裏黒江のホームランで7対5と2点差にまで詰め寄った巨人はなおも連打で1塁2塁と阪神を攻め立てる。ここで阪神金田監督は3番手の上田にスイッチ。巨人は代打の萩原康弘。ワンストライクからの2球目、第2号の代打逆転スリーランに5万人のスタンドが揺れた。9連覇に燃える巨人、よもやの7点差を跳ね返し、ついに8対7と逆転に成功した。しかし阪神も粘る。
9対9の同点に追いついてなおも8回、巨人の5番手高橋由正からワンアウト三塁で8番の望月が勝ち越しのタイムリー。阪神は再び10対9と逆転。巨人もその裏、阪神5番手の谷村智弘から柳田敏郎がまたも同点の9号ソロホームラン。これで10対10、夕闇迫る後楽園での優勝をかけた伝統の一戦は互いに一歩も譲らない壮絶な打ち合いが続いた。歴史に残る天王山は引き分けに終わる。巨人と阪神の優勝争いは結局最終戦までもつれ、巨人が9連覇を果たした。しかし巨人の黄金時代には終焉が忍び寄っていた。10連覇はならず、長嶋茂雄は引退。一つの時代が終わったのである。巨人の黄金時代が終わり、日本シリーズは新鮮な顔合わせが見られるようになった。与那嶺監督率いる中日、金谷旋風を巻き起こしたロッテの対決、その第一戦。1点を追うロッテは3回、ランナーを1塁に置いて3番徳津貴寛の送りバントをサード島谷金次が悪送球して1塁2塁。4番は山崎博之。中日の先発は変化球のキレで20勝を挙げた松本幸津。3割打者なしでパ・リーグを制したロッテ、効果的な攻めで同点に追いついた。さらに5番ジム・ラフィーバーが続く。三塁ベースコーチとして陣頭指揮を取ってきた指揮官金谷はシリーズを大いに盛り上げた。3対1とリードを広げたロッテは6回、先発金田富弘が捕まる。トーマス・マーティン、矢沢圭一と続く左打線にロッテは左腕の水谷紀弘を送る。しかしその左殺しのはずの水谷が4番マーティンに詰まりながらもセンター前に運ばれ、まず1点。5番矢沢の高いバウンドにホームは間に合わず、これで同点。試合は3対3のまま最終回の攻防へとなだれ込む。まず9回表のロッテは2アウト1塁3塁のチャンスに4番の山崎。中日は7回から抑えの切り札星野仙一がマウンドを守る。ワンツーからの4球目、ロッテ最終回に貴重な勝ち越し点を挙げ4対3として9回裏の中日最後の攻撃を残すのみとなった。ロッテは予定外の村田兆治を最終回のマウンドに送ったが、中日は粘った。ワンアウト一塁二塁でトップの高木守道、村田の2球目のスライダーをジャストミート。2者が一気に帰って中日5対4と逆転サヨナラ勝ち。シーズン中に何度も見せたお家芸の逆転勝ちでシリーズ序盤を盛り上げた。その3年後、またも新鮮な顔合わせの日本シリーズ。黄金時代を迎えていた上田阪急と、球団創設29年目にして初のリーグ優勝を成し遂げた広岡監督率いるヤクルトとの対決だ。横綱の胸を借りるつもりでというヤクルト、阪急の2勝1敗で迎えた第4戦も守りのミスで失点を重ね、序盤で5点もの差をつけられていた。6回ここまでわずか2安打に抑えられていた阪急の先発今井雄太郎からノーアウト満塁のチャンスをつかむ。3番はシーズンで3割4分1厘を打って MVP にも輝いた若松勉。これで5対1。続いて3割2分7厘30フォーマーの4番大杉克夫。ショートは反ったセカンド送る、セカンドアウト。しかしランナー1人ホームイン、5対2となります。さらに1点を加え5対3となって6番の杉浦徹。カーブを打ったファーストゴロ、弾いたフェアです。ヤクルトは集中打で一挙4点を挙げ1点差に迫る。しかし1点が遠い。ヤクルトは最終回も2アウトとなって代打の伊勢隆夫。三遊間のゴロ、サード取れない、ショート取った、投げられません。2アウトながら同点のランナーが1塁に出てトップのデーブ・ヒルトン。苦手のはずのカーブだったがこれが真ん中に入る。ヤクルトは土壇場の逆転劇で勢いづき、このシリーズで横綱阪急の4連覇を見事に阻止、初の日本一に輝いた。新しい時代の象徴であった。
島巨人も新しい波を巻き起こしていた。前年最下位の屈辱を晴らすべく首位を走る。阪神との首位攻防戦は1対0で阪神がリードして6回4番田淵、巨人の先発三浦久夫からフォアボールを選ぶ。さらに5番ハルブリーデン。6番東田正義も続いて満塁とピンチを広げる。巨人は二浦から高橋義正にスイッチ。バッターは8番に入っていた入団3年目の掛布正幸。阪神が2対0とリードを広げた。8回まで阪神の先発江本武則にヒットわずか1本に抑えられていた巨人、9回も高田の当たりがかろうじて併殺を免れたものの、これで2アウト。3番はこの年に日本ハムから移籍してきた張本勲。ここまで3割4分の打率を残し、巨人快進撃を支えてきた高角打法が江本を捉える。2アウトながらこれで3塁2塁。石田同点のピンチに阪神ベンチは好投の江本を諦める。リリーフは左腕の山本和幸。しかし山本は勝負に行ったはずの王を簡単に歩かせる。5番には末次。ツーツーからの5球目、真ん中高めの不用意すぎるストレート。逆転サヨナラ満塁ホームラン。末次はここまで3割6分を超える高打率で王とトップを争っていた。しかも阪神戦ではなんと7割6分9厘も打ち、抜群の相性を誇っていた。長島巨人の2年目を語るとき、この奇跡は欠かせない。そして秋、見事最下位からリーグ優勝を決めた巨人。しかし日本シリーズでは連覇を目指す阪急に苦戦を強いられていた。巨人が王手をかけられた第5戦、先発は堀内。阪急は1回トップの福本豊が歩いてチャンスをつかむ。2番は大熊。技師大熊は福本をきっちり2塁へ送る。ツーアウトとなって4番のロベルト・マルカーノ。日本一へ王手をかけた阪急、早くも1点を先制。続く5番はバーニー・ウィリアムス。高めを思いっきり引っ張った当たりは左中間を真っ二つ。マルカーノは一気に帰るスリーベースヒットで、阪急はスピードを欠いた堀内から早くも2点をリードした。4回にも2点を加えた阪急はなおも5回、ランナーを2人置いてまたも5番ウィリアムス。この回から変わった加藤はじめのストレートをジャストミート。この7対0、阪急の日本一は決定的。長島巨人のシリーズ初挑戦はこれで終わった。誰もがそう思った。しかしその裏から巨人は阪急の先発山口隆を崩そうと粘りを見せる。フォアボールの粟口健二を一塁に置いてトップの柴田。苦しみ続けた山口の高めのストレート。第6戦にして5試合目のマウンドだった山口からチャンスをつかむ。ワンアウト三塁二塁で3番張本。やっと1点を返して4番の王。センター前に落ちた当たりで柴田がホームイン。これで7対2。3
さらに6回、巨人は明らかに疲れが見えていた山口からワンアウト三塁一塁のチャンスをつかんで9番に入っている粟口、ツーナッシングからの真ん中低めのストレート。逆転へ、そして日本一へ、夢をつなぐスリーランホームランで7対5、差はわずか2点だ。逃げ切れば日本一の阪急は7回からエース山田を投入。しかし再び粟口、この日3本目のヒットでトップの柴田につなぐ。山田久志伝家の宝刀シンカー、7点ものビハインドを鮮やかに跳ね返した巨人。阪急のエース山田を捉えての同点劇に後楽園のボルテージは最高潮に達した。7対7のまま延長にもつれ込んで10回裏、巨人はこの回先頭の3番張本が山田の外角球を捉える。ツーベースヒット、奇跡を信じるスタンドからは絶叫がこだまする。4番の王を歩かせてこれでノーアウト1塁2塁。5番にはピッチャーの小林茂が入っていた。6回からパーフェクトリリーフを見せていた小林はそのまま打席に入り、鮮やかにバスターを成功させる。これでノーアウト満塁、流れは完全に巨人に傾いていた。6番はこのシリーズ絶不調の高田茂。しかし勢いが高田のバットをよみがえらせた。崖っぷちから息を吹き返した76年の長嶋巨人の勢いを存分に見せつけた大逆転だった。逆転劇の象徴ともいえる一発は皐月晴れの仙台宮城球場でも飛び出していた。8対4とリードした中日のマウンドには抑えの切り札鈴木隆正が立っていた。追う太陽、8回の裏、一塁に屋敷要を置いて4番の田代富代。俊足屋敷は快速を飛ばして一塁から一挙にホームイン。これで3点差に詰め寄り5番の高木義和。セリーグ6位の3割1分5厘を打っていた好調の高木、この日3本目のヒットで太陽8対6と2点差まで追い上げ、試合は分からなくなった。しかし中日は最終回、5番の大島康則が太陽の6人目佐藤正夫からレストスタンド上段へ豪快な一発。火のついた太陽の激しい追い上げに水をかける。効果的な第3号で中日9対6とリードを広げる。しかし9回、粘る太陽はなんと2アウトから3連打で満塁。3番の長崎圭司、ノーストライクワンボールからの2球目、ストレートがど真ん中。逆風もなんのその、長崎の逆転サヨナラ満塁ホームラン。9回2アウトランナーなしから生まれた奇跡、主役を演じた長崎はこの年首位打者を獲得したのである。そしてその2年後、藤井寺のファンは2試合続けて奇跡を目撃する。まずその前編、観衆8000人。南海3回の攻撃は7番は高柳秀樹、近鉄の先発久保康夫からしぶとい当たり。その後バントで2塁に進んで9番のドカベン香川信之。南海が1点を先制した。近鉄はその裏、トップの大石大二郎、南海の先発は2年目で19歳の藤本修司。2番平野光康の時、盗塁を争いトップの大石が2塁へ。
平野が歩いて4番の加藤秀治。ここでまたも大石が走る。世界の盗塁王福本から前年盗塁王を奪ったばかりの伊打点を絡めて近鉄がチャンスを広げる。広島から移籍、心機一転、張り切るベテランが期待に応えて同点。試合は両チーム小刻みに得点を加えて3対2で最終回の近鉄の攻撃。南海は抑えの切り札金城元康を送るが、ツーアウトながら二塁三塁のピンチでクリーンナップを迎える。南海ベンチはこの日ホームランを打っている3番の栗橋茂を歩かせる。4番の加藤は300号ホームランまであと1本に迫っていたが、そのメモリアルアーチがこの劇的な場面で飛び出す。初球をフルスイングした打球は逆転サヨナラ満塁ホームランとなってライトスタンドへ飛び込んだ。プロ野球史上14本目の逆転サヨナラ満塁アーチは史上16人目の300号アーチともなったのである。そして後編は観衆9000人、加藤の一発が飛び出したすぐ次の試合でまたもや飛び出した奇跡の一発。近鉄のマウンドには史上6人目の300勝を達成した鈴木啓示、一方の南海は山内和弘が先発。まず4回、4番の門田博光がなんとセーフティーバントを成功させる。不振にあえぐベテランの邦子の策に5番クリス・ナイマンが応える。ナイマンの15号ツーランで南海が2点を先制した。試合はそのまま最終回まで進み、9回裏の近鉄は前の試合のヒーロー加藤、当たりが良すぎて一塁へストップ、5番のディック・デイビス。これで二塁一塁、山内のスライダーに手も足も出なかった近鉄打線が目を覚ました。ワンアウトの後6番原浩一、1点差に詰め寄った近鉄はなおもフォアボールで満塁。9番には守備固めの大原哲也が入っていたため、岡本監督は迷わず代打にプロ7年目かつてのドラフト1位柳原貴弘を送る。山内の2球目はスライダー。奇跡は2度続けて起きた。逆転サヨナラ満塁に代打が加わるホームランは史上4本目。2試合続けての逆転サヨナラ満塁ホームランというとてつもない奇跡がこの日初めて球史に書き加えられた。寂しいスタンドの中でも熱い戦いを見せていたパ・リーグ。この試合もわずか7500人の観衆が見守る中、ロッテ西田時成、日本ハム高橋和美の先発で始まった。日本ハムは2回ランナー2人を置いて6番のトニー・ソレータがツーベースヒット。処理を持たすか間に2人が帰って先制。さらに小刻みに追加点を奪った日本ハムが5対0とリードを広げて楽勝ムードで最終回を迎える。これでお膳立てが整った。ドラマのオープニングはここまで3打数ノーヒットの三冠王落合博満のこの一発。完封を逃した高橋はこの一発で崩れる。この後ワンアウト二塁三塁とピンチを広げたところで大沢監督、4点差もあるというのに抑えの切り札江夏を投入する。しかし江夏は6番の土井健二を歩かせ、これでワンアウト満塁。
7番は吉岡俊明。一人帰って5対2でなお満塁のピンチは続く。さらに8番袴田秀俊、江夏のストレートを逆らわずに弾き返す。しかもライトに守備固めで入っていた木村隆がなんと後逸。満塁のランナーが全て帰ってロッテ5対5の同点に追いついた。これで江夏の緊張感が切れてしまった。内野安打とフォアボールで再び満塁のピンチを迎え、打席にはドラマのオープニングで派手な花火を打ち上げた落合。エンディングもこの男が主役だった。江夏はまさに火だるま、そして落合が5点差逆転の立役者となったのである。甲子園が燃えた。巨人のゴーレン・クロマティが放った先制の第1号ツーランホームラン。1985年の猛虎旋風、その序章はこんな幕開けだった。2点を追う阪神はその裏、巨人の先発牧原博美を攻めてツーアウト1・2塁で5番の岡田彰布。ショートには衰えが目立ち始めた河野和正。前夜も大きなエラーでチームの足を引っ張ったベテランのまずい守りで1点を返された。さらに3回、2番広田澄夫が出て3番のランディ・バース。しかしこの日の牧原は粘る。まずバースを併殺に打ち取って2アウト。4番の掛布は歩かせたものの岡田をまっすぐで三振。2対1のまま試合は7回に入る。力投を続ける阪神の先発工藤和彦に対してまず4番の原辰徳が口火を切る。まずい守備もあってスリーベースヒットとなり5番の中畑清。巨人着実に点を加えてリードを広げる。しかしここまでの巨人の攻めは20年の眠りから覚めた猛虎打線の前座に過ぎなかったのである。7回伝説の始まり。8番木戸勝彦、ダイソーの北村照文がトップの真弓明信のところで走る。そして真弓が歩いた逆転のチャンスに3番バース。そして4番掛布が続く。とどめは5番岡田、まさかの一発。トラトラトラ、バックスクリーンへの3連発。攻撃は最大の防御なりを地でいった爆発的な攻撃力。抑えの切り札中西清興を投入して伝説を勝利で飾ったこの夜、猛虎旋風が猛威を振るい始めたのである。それから1ヶ月後、舞台を後楽園に移した伝統の一戦。
ここまで阪神が巨人に1ゲーム差をつけてトップに立っていたものの、この日先発の阪神伊藤博光が小刻みに得点を許し、6回を終わって5対0と巨人が大きくリードしていた。そして迎えた7回表、阪神は3番バースが口火を切る。牧原が許したヒットはこれまでわずか2本。しかし牧原はこのヒットでリズムを崩してしまう。4番掛布、そして5番岡田を立て続けに歩かせて満塁。この日45歳の誕生日を迎えていた王監督に励まされ、牧原は懸命に後続を抑える。6番の北村、7番の代打山川拓司も三振。2アウトまでこぎつけて8番木戸に代打佐野則義。今シーズン初めてスタメンを外された悔しさを牧原の甘い高めのカーブに叩きつけた。第7号の代打満塁ホームランで5対4、阪神は一挙1点差まで詰め寄る。牧原は代打引間克之を歩かせたところでノックアウト。リリーフに出た貞岡商事がトップの真由美と対する。貞岡のスライダーを狙い打ち、真由美の第10号の逆転ツーランホームラン。恐るべき猛虎の集中攻撃は5点差をあっという間に跳ね返してしまった。逆転劇の最後は通算100セーブにあと1と迫っていたリリーフエース山本和幸がきっちり締めて、江夏に次ぐ史上2人目の快挙を成し遂げた。その2日後の逆転劇はさらに派手だった。立ち上がりなんと7点をリードされた阪神の3回、広島の先発川口和久から2番広田がツーベースヒット。3番バース、ホームランダービーのトップを走る第14号ツーランホームランでまず2点。この年三冠王を獲得するバースのバットは序盤戦から猛威を振るっていた。そしてまだ5点差もあるというのに、先発川口は5番岡田を歩かせたところで早くも交代。6番佐野、変わった小林誠司からツーベースヒット。岡田が一塁からホームをついて、これで3点目。5回にも掛布のホームランで1点を加えた阪神、それでも点差はまだ3。7回、真由美のホームランで2点差となったところで、広島は3番手山本和夫を送る。バッターボックスにはバース。広島のセカンド名手木下富美男が思わぬミス。4番の掛布、この日2本目の第11号の同点ツーランホームラン。7点もあった貯金がとうとうなくなってしまった。恐るべし猛虎旋風、もうこの風を止めることはできない。8回、広島の4人目川端潤から2番の広田がファースト衣笠幸男のグラブを弾く内野安打で満塁。そしてバース、まさに軽々と満塁ホームラン。この試合なんと6本のホームランを浴びせたタイガース。21年ぶりの優勝はこの凄まじい迫力の打線がもたらしたのである。名古屋では何かが起きる。江川神話の崩壊は首位攻防の天王山に突然やってきた。9回裏、
マウンドには2年連続20勝を目指す怪物江川卓。江川キラーとして名を馳せた豊田誠介がカーブを狙って口火を切った。3番の剣木家もカーブを叩く。そして4番の矢沢もカーブを運んで、これでノーアウト満塁。江川が4点差を守りきれなかったことはこれまで一度としてなかった。しかし5番大島に今度はストレートを弾き返され、まず1点を失い、なおもワンアウト1塁2塁。6番は宇野勝。ツーナッシングから力任せのストレートを狙われる。これで2点差としてなおワンアウト二塁三塁。一打同点のピンチにまで追い詰められて7番の中尾隆義。江川ツーアンと追い込みながらまたもストレート。名古屋球場はかつてない興奮に包まれた。怪物江川から一挙4点。22分間の攻撃で怪物が青ざめた同点劇。こうなるともう中日の勢いは止まらなかった。延長10回代打のベテラン木俣達彦の当たりをサード原がエラー。このシーズン江川がイニング途中でマウンドを降りたのは初めてのことだった。総立ちの中日ベンチの勢いはリリーフエース隅光雄も止められない。2つのフォアボールで2アウト満塁。バッターは大島。奇跡と呼ぶにふさわしい大一番での大逆転。夢に望みをつないだ中日はこの日から2週間後、逆転優勝を現実のものとしたのである。そしてそれから7年後、名古屋を舞台にまたも奇跡は繰り返される。巨人から中日へ移籍した西本隆、初めてローテーション入りを果たしていきなりエースとなった斉藤正樹、ともにこのシーズン20勝投手として最多勝を分け合う2人の投げ合いは壮絶な投手戦となっていた。斉藤は6回までなんとノーヒットピッチングだ。7回3番二村徹の打球をショートの名手河合正浩が弾く。しかし記録はエラーとなって4番は落合博満。斉藤の気迫のこもったストレートにさすがの打ち合いも力負け。ノーヒットノーランは続く。西本もランナーこそ出すものの要所を締める粘っこいピッチングを見せていた。しかし8回トップの尾形浩一に外角のシュートをうまく運ばれる。続く2番の河合にはスライダー。俊足尾形が一塁から一気にホームを駆け抜けるスリーベースヒットで巨人が待望の先制点をもぎ取った。さらに9回先頭のクロマティ。4番の原も続く。快挙を目の前にした斉藤に最高の援護射撃。クロマティ原の連続ホームランで西本をノックアウト。巨人が3対0と中日を突き放し、注目は斉藤のノーヒットノーラン達成に絞られた。しかし最終回中日は先頭の中村武史がキレのあるスライダーにあえなく三振。これでワンアウト。あと2人だ。星野監督、ここで代打にこの日1軍に上がってきたばかりの2年目音茂樹を告げる。初球インハイに構えていたミットよりやや低めのストレート。夢破れた斉藤、表情とは裏腹に精神的ショックは尾を引く。ツーアウトを取ってから2番の川又米俊を歩かせ、これで一塁二塁。
3番の二村。インコースの厳しいボールを職人芸で打ち返す。1点を返してなお2アウト1塁3塁。大記録どころか完封も逃した斉藤は2点差で4番落合を打席に迎える。斉藤が投げたこの試合の125球目。これはセンターどうだ、大きいぞ、入るかな、入った入った、奇跡の逆転スリーラン、さようならさようなら。斉藤呆然マウンド上、こんな試合は今まで見たことない。夢が一転悪夢になった。奇跡の逆転劇だった。そして2年後またも舞台は名古屋。どうしても波に乗れない藤田巨人、逆に首位をひた走る星野ドラゴンズ。しかし序盤戦は両チームの勢いとは逆の展開となった。巨人1回の速攻、ツーベースヒットの3番駒田則弘に続いて4番の原、小松達夫から自己記録を更新するプロ入り以来11年連続の20号ホームラン。巨人は塩塚俊雄の第3号などでさらに2点を加え4対0とリード。7回、中日3人目の松永幸男から3番の駒田。駒田はここまで打撃ベスト10の第4位につける好調ぶり。続く原が歩いて5番はフィル・ブラッドリー。5対0となって6番の岡崎薫も続く。これで6対0。7番吉村貞明もライト線へツーベースヒット。中軸打線が見事につながる集中打でこの回一挙4点、8対0として試合をほぼ決定づけた。完封ペースの巨人先発牧原は7回、打率トップの好調落合に第14号の一発を浴びる。それでもまだ8対1、焼け石に水の一発だと思われたが、8回、中日の怒涛の攻めが始まる。口火を切ったのは代打の長谷部豊。牧原のストレートが高めに浮いたのを見逃さなかった。トップの立浪和義が歩いて2番山口浩二。スライダーをバットの先で打ち上げてしまったが、これが真ん中に落ちるラッキーなヒットとなって満塁。3番はマーク・ライアル。2人かえって8対3。巨人は嫌な流れを断ち切ろうと疲れの見え始めた牧原を諦め、リリーフに木田正夫をつぎ込む。しかし4番の落合を歩かせ満塁とピンチを広げる。5番の川又、ストライクが入らない一打、流れを食い止めることができない。押し出しで8対4、なおも満塁。足の故障のためベンチを温めていた中村武が代打で登場。木田初球のカーブ、これをボールと判定されノーワン。第2球はストレート、これもボール。3球目はアウトコース低めのストレート。4球目は同じコースに速い変化球、これで 2-2 と追い込んで5球目。中尾のサインに首を振って木田が投げたのはど真ん中のストレート。
8対8、中日なんと8点差を追い上げて同点に持ち込んだ。そして迎えた延長10回、再び中村、巨人3人目水野勝人のフォークボールをフルスイング。打った瞬間、手応え十分のサヨナラアーチ。一試合で満塁とサヨナラの2本のホームランを打ったのは史上5人目の快挙。ドラゴンズ VS ジャイアンツ、名古屋バトルは奇跡を呼ぶ。パ・リーグでは首位を争い続けた王者西武と伊手前近鉄、因縁の対決。この試合も勝った方が首位という一戦。3対3で迎えた6回裏、近鉄は4番のディック・デイビス。打率がリーグ第3位のデイビス、きっちり口火を切る。5番は金村義明。6番は巨人から移ったばかりの粟口健二。徹底した各体現のストレート狙いで近鉄が1点を勝ち越す。さらに7番は6月に入団したデビッド・グリーン。近鉄打線は各のストレートをことごとく鶴瓶打ち、連打で一挙に4点を挙げ、核をノックアウト。首位に執念を燃やす近鉄、7対3とリードを広げた。しかし連覇を目指す王者西武も意地を見せる。7回表、伊藤勤を一塁に置いてトップの石毛博道。ショート吹石徳一の送球がそれて、伊藤は一気にホームへ。近鉄は4番手の谷弘明から抑えの切り札、左の石本隆明にスイッチ。しかし敵のミスに乗じて畳みかける西武、なおも一塁二塁とチャンスを広げて代打はベテラン35歳の太田拓司。第6号の逆転スリーランホームラン。西武この回一挙に5点を挙げて、さらに8回にも1点を追加、9対7と試合をひっくり返した。2点リードの西武は8回から切り札の東尾修を投入。しかし頼みの綱も踏ん張れない、代打の鈴木隆久。高く舞い上がった打球はバックスクリーン左に飛び込む第7号の同点ツーランホームラン。これで9対9。さらに3番35歳の栗橋、36歳東尾のボールが高く浮く、近鉄またまた逆転。これで10対9。まだまだ逆転のドラマは続く。最終回の西武、近鉄7人目の37歳鈴木康次郎を三塁一塁と攻め立てる。またもベテラン太田、諦めない西武同点。さらに清原和博を迎えて、なんとワイルドピッチ。土壇場の勝ち越し点はつまらないミスで西武に転がり込む。万事休す、誰もがそう思った9回裏、金村のセンター前ヒットでまさかの逆転へお膳立てはできた。16年目34歳の粟口は東尾の外寄りのシュートが高めに浮いたのを見逃さなかった。近鉄の執念が呼んだこの試合、実に5度目の逆転劇。豪快な一発が飛び交うノーガードの殴り合いで、ついに近鉄が力で西武をねじ伏せた試合だった。オリックスを加えて空前のデッドヒートとなった水止めの争い。5連覇を目指す西武の前に、近鉄はもう一敗もできないところまで追い詰められていた。土壇場で迎えた直接対決のダブルヘッダー第1試合、西武は立ち上がりから王者の貫禄を見せつけた。
初回に1点を先制した後の2回、9番の辻初彦が近鉄の先発高柳泉から第3号のツーランホームランで3対0。このダブルヘッダーで連勝すればこの日にも優勝が決まるという西武、チームの牽引者トップの石毛も続く。高柳は早々とノックアウトされ2番手佐藤秀明に交代。しかし西武の勢いは止まらない。2番の吉武春樹もタイムリー、西武早くも4対0とリードを広げた。しかし絶望の崖っぷちで猛牛軍団を救ったのが超人ラルフ・ブライアンとなった。息を呑むほどの迫力あふれる打球、これが神話へのプロローグだとはまだ誰も気づかない。西武も1点を加えて迎えた6回、各大元は知らず知らずに舞台を整えてしまっていた。点差は4点。そして超人の前に全ての塁をランナーが埋めた。ノーアウト満塁、3番ブライアント再び。これが神話への第2幕初球だ。初球打った、ライトバックのバック、諦めた、満塁ホームランです。鮮やかな満塁ホームラン、あっという間に同点に追いつく。一挙に5対5の同点に追いつく第47号の満塁ホームラン。スタンドは歓声と悲鳴が渦巻いていた。神話は終わらない。第3幕助演男優はブライアントキラーだったはずの渡辺久信。さあこれは距離は十分だが、どうだ、ホームラン。この瞬間神話が完成した。2打席連続ホームランです。今日1人で6打点。貴重な勝ち越し点です。たった一人で猛牛軍団を救った超人ブライアント、扇近鉄初優勝へ首の皮一枚つながった。神話にはエピローグがあった。ダブルヘッダーの第2試合、王者を奈落の底に突き落とす4打数連続の第49号。猛牛打線の起爆剤となったブライアントの大噴火は王者西武の自力優勝を消し去った。大井監督が歓喜の渦に包まれて宙を舞ったのはこの2日後のことだった。開幕戦のマウンドに立つ近鉄の野茂英雄、強い風が吹き荒れる西武球場で怪盗乱魔のピッチングを見せる。4回までに11の三振を奪うハイペース、ストレートと伝家の宝刀フォークボールとのコンビネーションが冴えて三振の山を築く野茂。なんと8回までノーヒットピッチング、外野にすらまともに飛ばない完璧な内容だった。しかし近鉄打線も西武の開幕投手角に翻弄されて8回まで無得点、0対0のまま最終回の攻撃はワンアウト二塁で3番のブライアント。交代かとも思われたが西武ベンチはブライアントを歩かせて一塁二塁で4番石井博夫。プライドを傷つけられた石井、土壇場で飛び出した値千金のスリーランホームラン。これで試合は決まり、あとは野茂の大記録を待つだけとなったはずだった。ノーヒットノーランなるか。野茂最終回のマウンド、
さあいよいよ9回の裏ライオンズ最終回の攻撃、バッターボックスは清原。いよいよ大記録までアウト3つとなりました。野茂英雄、ひときわ風が強くなってまいりました西武ライオンズ球場。9回の裏清原に対しては全てストレート。ワンツーから投球4つ目、野茂第4球を投げた、打った打った、右中間どうか、ライトが追う、ライトが追う、その上を越えた、フェンスに当たった。清原は一塁蹴って二塁へ。野茂の野望を打ち砕いたのは清原のバット、ライトオーバーのツーベースヒット。9回の裏大記録寸前、大記録まであとアウト3つ、野茂英雄を打たれました。ノーヒットノーランの夢を打ち砕いたのは背番号3清原のバットです。夢破れた野茂は続く鈴木健を歩かせてノーアウト2塁1塁、たまらず鈴木監督がマウンドへ。開幕前、野茂と心中するつもりと話していた指揮官はエースに全てを預けていたはずだった。続く垣内哲也の当たりはセカンドゴロと思いきや、名手大石がボールを弾く。ノーアウト満塁、点差は3点。バッターはこの日野茂から唯一三振を喫しなかった8番の伊藤を務む。ここでエースに全てを預けたはずの指揮官は突如リリーフに赤堀元幸を告げる。賛否両論、真っ二つに割れた継投策だったが、直後に最悪の結末を迎える。バッターは唯一野茂から三振を喫しなかった伊藤。ワンアウト満塁、投球数7球目、第7球を投げた、打った、レフトに大きいぞ、あるいはホームランか、伊藤がホームランだ、ホームラン。なんと伊藤の1000本目のヒットは値千金、開幕ゲームの逆転サヨナラ満塁ホームランで。80年代後半から90年代前半の10年間、獅子と猛牛の名勝負は時代を沸かせ続けたのである。大逆転、それは語り継がれる奇跡。諦めることを拒んだ男たちは一瞬にして歓喜に包まれる主役となった。そしてその陰には悲劇を演出してしまった男たちがいつも涙に暮れていた。ドラマチックな幕切れに肩を落とす敗者のその涙を残された記録だけで語ることはできない。フィールドのドラマに筋書きはなかった。だからこそ喜びのまた悲しみの涙は我々の記憶に深く刻みつけるしかないのである。スタジアムを熱くさせた男たち、土壇場の大舞台に立つことを許された者だけが大逆転の主役を演じることができるのだ。夢を乗せて白球が舞い上がった。また奇跡が生まれる。